公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。 C の代表の篠崎です。今日は2019年5月1日令和元年、今日から令和がスタートしました。気持ち新たに皆さん令和を迎えられたと思うんですが、日本人として天皇がいる国の国民として思うことが今回たくさんありました。前回僕が昭和から平成になったのは中学校3年生14、15、6歳ぐらいなんですよ。その時は天皇、昭和天皇が、まあ、ご崩御されて、悲しみの中でと言ったらあれですけれども、天皇が、今の天皇が即位されて平成になった。なんかこうやっぱバタバタした中で、悲しみの中で平成になったっていうイメージがとても強く残っていまして、今回は、まあ、お元気なうちに天皇が退位されて、歓迎ムードの中で令和を迎えたっていう、ものすごくね、なんかこういいスタートを切った令和なんじゃないかなと思いますね。それで、テレビ番組特番とかをたくさんやってたと思うんですね。でそこで最初に言ったように、天皇を持つ国の国民としてもっと天皇制について考えるべきじゃないかなっていうことをすごく思いました。もう一番ショック、自分が知らなくてショックだったのが、昭和天皇のお墓がどこにあるかとか、そういうことも正直知らなかったし、天皇が、今回の令和の天皇が126代目の天皇になる、しかも男系で続いてきてる、これはちょっと調べていただけるとものすごい歴史をたどってるんだなと思うんですね。そしてこれは当たり前なのかどうなのかわからないですけど、僕は初めて知ったんですけど、天皇は祖先が神様なわけですよね。伊勢神宮に祀られている天照大神が先祖なわけですよね。で、僕らが知らない行事もたくさんあって、まあ、神事ですよね、神事、全然表に出ないような公務もたくさんあるっていうことも知ったし、そして、まあ、いずれね、まあ、すごい先の話ですけど、今中学生の悠仁さんが天皇を継承することになると思うんですが、果たしてこんな大変な激務をしている天皇に嫁ぐ方が現れるのかなとか、まあ、いろんなことを心配したり知ったりしたここ数日間でしたね。やはりもう日本人はもうちょっとそういったところに目を向ける必要があるのではないかなと思いました。いずれちょっとね、昭和天皇のお墓にはね、ちょっと行ってお参りしたいなっていう気持ちにもなったし、昨年初めて伊勢神宮に行ったんですけど、あ、伊勢神宮ってそうなんだって改めて思いましたね。不思議ですよね、こう神事、要するにこう神社、神様のものと、ま、仏教、お寺さんですね、のことがこう2つ日本はあって、ま、いずれもまあ素晴らしいことなんですよね。もう本当にもうちょっといろんなことに目を向けていくべきだな、みんなが興味を持つというか、知
知るというかね、そういうことが必要なのだなって思いました。そういうことで令和元年最初のサロン枠、最初のご予約はすごく僕のことを慕ってくれる若い男の子です。しっかり心を込めてカットする、それが僕の仕事だし、令和も変わらずもっともっと進化させてやっていきたいと、そしてシードの経営もみんなが楽しめるようにやっていきたいというふうに思った令和元年の初日でした。そういうことでこの辺で終わりたいと思います。コメントは、コメントじゃない、質問はコメント欄か概要欄のメールアドレスにお願いします。いただきました質問には誠意を持って答えたいと思います。チャンネル登録、グッドマーク、よろしくお願いします。それではさようなら。皆さんも令和のスタートがいいスタートでありますように。